どうも、美容師チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。メイやってまいりました、モルモン JP。 イエーイイエーイということで、今回はですね、はい、もう事実上の決勝戦でいいのかなっていう準決勝はないかなっていうもう今回はもうやばいっす。カリダ選手対ラフロイグ選手の戦いになります。両方うまい、約束されます。なんか完全に好みで分かれるやつじゃないですか、これ、うん、もうなんかファンに戦われそうですけど、ファンの人もいや見たくないみたいな戦いになると思うんでまずそれでは選手の入場でございます。いるちゃんとそういう運動会っぽい感じも出しながら、もしなんかかっこいい感じの BGM がいいな。かっこいいの、かっこいいの。テンテンテテンテンテテンテテテンテンテ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 テこれまた怒られるかなはい、ということで、はい、カリダ選手とラフロイグ選手なんですけど、両方とも飲んだことがあります。いや、もちろんありますコードつけたくないですはい、ということで注ぎました、はい、視聴者さんから見て左手側がカリダ選手、右手側がラフロイグ選手でございます。それでは飲んでいきましょう。はい、順番通りにカリダ選手からいきます。いただきます。乾杯。あ、うまっ、ただただうまいじゃあラフロイグ選手、はい、いきます。おうん、なるほど、両方ともうまいや、うまい。はい、じゃあストレート飲み比べました。はい、どっちが勝つのか。はい、ドゥル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 ドゥン。あ、カリラだ。はい、おーおーおーおお、ちょっとまあ感想はおいおいじゃあ続いてロック。はいはい、それでは氷入れました。はい、ラウンド2。はい、カリラ選手からいきます。続きまして、はい、ラフロイグ選手。悩ましい。悩ましい。悩ましい。僕ね、うん、ロックはもう即決。即決だよ。いくか。はい。それでは、ラウンド2、ロック。はい。ドゥルドゥルドゥル。ドゥン。あ、ラフロイグだ。はい、まあこれよかったねね、うん、そういうことですよ。まあまあそういうことです。まあおいおいそういう感じでしたっけ。総括はおいおい、はい、じゃあ次ハイボールいきたいと思います。はい、それではファイナルラウンド、はい、ハイボール対決です。カリダ選手から。気持ちいいね。気持ちいい。わかるわ、わかるわ、それ。ね、一言気持ちいいね、これね。気持ちいい。じゃあ続きまして、ラフロイグ選手。はい。かー、これ、どっち取るよ。まあ、まあ、どっちが勝っても、とこもありますよ。うん、でもまあ最終的に好みですから、自分の舌を信じるから。それでは、はい、ハイボール対決。はい、ドゥル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 ドゥン。ああカリラだった
いや、すごい戦いだったね。この喋りて、あの、淡々と来たけど、うん、ここで僕喋りたいことが一つだけあるのが、はい、カリラのピート・スモーキーさにビビった。なんかラフロイグの方が強いってイメージがあるよね。あったよな、うん、味しっかりしてるし、甘さもガツンとあるし、うんうん、でピート・スモーキーさ、まあ、言ってしまえばアイランドが求める、それがカリラにはあった。で、うん、もちろん僕らも先入観としてはラフルームの方が臭いんだろうと思ったんだけど、うん、正直、まあ、飲む順番もこれ不純ですからあるかもしれないけど、うん、どっちかというともうタルコの匂いの方がしっかりきて、で味わい深さの方にヨードコンがあるみたいな、香り云々よりも味の方でドシーンとくるかなと思って、まあ、なんか、まあ、しょうがない。順番だから、カリラ飲んだ後にラフルーム飲むと、ライトに感じちゃうんだよね。だから塩味がないじゃん、やっぱ、そこまでこっちは。うん。で、ラフロイグって、前動画でもやってるけど、並行品と正規品というかで味が全然違うみたいな。うん、で、なんか僕が好きな、やっぱ並行輸入の。あっちの癖ある方でしょ。ちょっと癖が強い方。で、こっちね、思ったより、個体差ももしね、ボトルごとにあるのかもしれないですけど、ちょっと弱かったんですよね。なんか、馬力の規制がかかったバイクと、フルパワーのバイクみたいな、あるんですよ、日本バイクでも。フルパワー版の逆輸入みたいなのとか。なんか、馬力足りねえなーって感じしたわ。なんかね、知ってるラフロイグの味じゃないような気がしちゃって、なんとなくだけど。いやでもまあしょうがない、勝負ですから。まあどっちも美味しかったです。美味しかった、美味しいのは美味しい、美味しいのは美味しいんだけども、なんかやっぱ僕らの舌がなんか変わっちゃってカリラベロなっちゃったのかな。カリラベロって何なんでしょうね。でもなんかちょっとカリラの方が深みが強かったかなっていうイメージですよね。いや総合的に見て僕やっぱカリラの方がうまいなと思った、うん、美味しかった、美味しかった。ということで、いやこの勝負カリラ選手の勝ちです。2回戦進出、オッケー。はい、意外な結果でした。意外な結果だった、はい、頭の中でラフルーン勝つんだろうなと思った、うん、はい、ということで、モルワンジーまだまだ続きますんで、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。バイ。